もう、6割の自分のレベルでビューッと鳴らしで走るわけよ、うんうんうん、でちょっとテンポ上げようかと思ったら7割とかに上げるんだけども、うんうんうん、もうその上げたテンポはずっと7割マージンで走ってるわけよ、マージンというか7割で走ってる、うんうんうん、だから変化ないわけ、うん、リスクはリスクを3割残してるというか、それはそのコーナーの手前でブレーキでこうやって減速するじゃないですか、うん、はいはい、でコーナー抜けながらこうアクセルでこう加速するじゃないですか、はい、減速と加速は一応してる、当然してる、うん、してる、それもスムーズにしてるね、あ、 そこをスムーズにすれば、うん、こう速いんですか、そうだろうね、多分山ちゃんは、入り口のところでギューッとブレーキ握らないかんと、うん、開けたから握らないかんってね、今僕 の、 あの7割っていう走り方、うんうんうん、6割っていう話し方を言ったけども、うんうん、ここでは5割になって、はい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 、でコーナーで一生懸命7割で走って、で立ち上がりでちょっと8割で追いつこうと思ってアクセル上げて、で次のコーナー来た時に終わったガーッと5割に落としてってなってる、だから自分の心臓のテンポが5割8割っていう、これが意識しちゃう、いやいやでも海外でさ、いろんなバイク乗るって勇気あるよね。CB250R 借りて乗ったりとか、はい、そうです。そんな日本では乗ってないんでしょ。日本では乗ってない。ロンキーしか乗ってないでしょ。はいはい、ここぞとばかりいいバイク借りて。借りて。せっかくなんで、うん、いいワインディングがあったので。で借りてみたいです。海外とか日本で事故ったことあるの？はい、僕は日本で3回入院しました。入院しました。事故っただけじゃなくて、はい、事故った数は 数え切れないです、はい、バカ野郎それでもバイク大好きです。どんそれ入院ってどの程度の、僕は右足は複雑骨折、螺旋骨折して、はい、バキッ バキッと、おそれで3ヶ月半の入院なるよね、螺旋骨折じゃ、はい、バラバラなるんだ、バラバラになって、おう16歳の時に、へえ、はい、そうか、乗り始めての1年目が危ないって言うから、はい、また免許取ってのね、2サイクルだったんで、ああ、乗り始めた、その時は何のバイク、それは川崎の KSR、 おうおう、さっき言った80か、はい、おうおう、ピーピーと可愛いやつやな、はい、小型のタイヤの16インチとかのタイヤだな、はい、16、14ぐらいか、あれは小さいよな、小さいです、はい、そうだよな、ちょっとこう無茶な運転もして、はい、何、はい、衝突、いや、あの自爆、こう自爆です、コーナーで自爆ね、そんな螺旋なの、はい、おお、二つ目は、二つ目二つ目も自爆です、はい、それはよかったね、はい、一人でコーナー、それもコーナーです、ー、それさ、ストレートで転ぶのは俺の、はい、知る限りは、はい、大阪の和田正弘さんぐらいもう一個は、もう一個はちょうどあのコーナーを曲がった時にオーバーランではみ出した車がいて、あ、それにも正面衝突です、あ、なるわ、それは痛いね、はい、おー、それよく知らなかったね、それは結構、はい、ラッキーでした、多分ラッキーなのかどうかわかんないですけど、それはどんな怪我、それもあの左足を折って1ヶ月半の入院です。よくまともに歩いてるね、はい、まあどっちしろコーナーは危ないね、危ないです、コーナーは危ないです、やっぱりコーナー危ないですか、もうコーナー走るのやめましょうバイクはストレートにしましょう、いやでもコーナーバイクからコーナー取ったらね、はい、面白さ9割減ですよ、はい、あ、そうですか、いやいや、もうストレートだけにしようよ、ね、04のいやいや、まあ、まあ、危ないし、うん、安全に走ったとて危険ってどこに待ってるか分からんけど、ね、知らないね、そのコーナー突っ込んで曲がりきれずにね、うん、行ってもたっていうのを避けるにはやっぱりしっかりブレーキングですか、まあそう、あのしっかりブレーキングするようなスピードで入らないということですね第一レースしてるんじゃないんだから、そうだよね、街中走るんだからね、あの急ブレーキは基本必要ないよね、うん、僕ですら街中走るときはブレーキなんか3割ぐらいしか使わないよ、強さは、もう5割の入力なんかしない、もう軽く、もう軽くジューッと当てて入る、もうそんなあのリズムだけ取るために、でないとだんだんとあのレーシングで走るようになるじゃない、
そうすると危ない領域になるから、これなんですかね、コーナーでね、うん、まあ、ブレーキ軽く当ててなのか、はい、ギューッと当ててなのか、うん、まあ、ブレーキングしてコーナー入って、はい、でまたアクセル開けながらこう抜けていくじゃないですか、うんうん、でまあ、それをこう繰り返していくって、みんなでこうツーリングしますよね、うんうん、でまあ、そうやって普通にのんびり走ってんねんけど、うん、なんか上手い人はなんかスースーコーナーのたんびにちょっと入ってもとるんですよ、うん、はい、でまたそれを追いつこうと思ってそのアクセルちょっと余分めに上げて、うん、で僕はアクセルグワーッと上げたり戻したりこう繰り返してるんですけど、その人なんかあんまりこうアクセルギュッと上げてる感じもしないんですよね。なるほど。あれ なんでなんですか どこが速いんですかその人は。多分全体の、例えば街の中って、うん、その遅いコーナーもあれば速いコーナー、中華圏のコーナーってもう全部が入り混じってるじゃないですか、うん、はい、でどのコーナーも例えば6割だったら6割で走ってるんですよ、うん、僕自分に置き換えるとね、はいはいはい、だからここは7割で走ってここは4割で走ってっていうところがないの。あ、もうこのワインディングロードをこういうテンポで走ろうと思ったらどのカーブ初めてのコーナーでも入りがけで分かるから、もう6割の自分のレベルでビューッと鳴らしで走るわけよ、うんうんうん、でちょっとテンポ上げようかと思ったら7割とかに上げるんだけども、うんうんうん、もうその上げたテンポはずっと7割マージンで走ってるわけよ、マージンというか7割で走ってる、うんうんうん、だから変化ないわけよ。リスクはリスクを3割残してるというか、それはそのコーナーの手前でブレーキでこれで減速するじゃないですか、うん、はいはい、でコーナー抜けながらこうアクセルでこう加速するじゃないですか、はい、減速と加速は一応してる、当然してる、うん、してる、それもスムーズにしてるね。あ、そこをスムーズにすれば、うん、こう速いんですか。そうだろうね、多分山ちゃんは、入り口のところでギューッとブレーキ握らないかんと、うん、開けたから握らないかんってね、今僕 の7割っていう走り方、うんうん、6割っていう話し方を言ったけども、うんうん、ここでは5割になって、はい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 、でコーナーで一生懸命7割で走って、で立ち上がりでちょっと8割で追いつこうと思ってアクセル上げて、で次のコーナー来た時に終わったガーッと5割に落としてってなってる。だから自分の心臓のテンポが5割8割っていう、これが意識しちゃう。6割7割で決めたスピードでずっと走るとすごいリズムができてるから。なるほど。だから見た目にすごいと思うな。なんかスーッと乗ってるように見えるってこと。だからレーサーがすごくスムーズに限界で走ってるわけだよね。はいはいはい、99.99% でもうコーナー立ち上がって、はいはい、あれ全部スムーズじゃないですか、うん、彼ら8割でも走らないし、必ずもう100の一歩手前のところで、いわばもうエッジのところをずっと走る、うん、ある一定のレベルをずっとキープするっていう能力に長けている。うーん、そうなるにはどうしたらいいんですか。意識すること。で僕はそれを一番意識したのは自分のジャンルじゃないパリダカルラリーに四輪で行った時だよね。うん、四輪で行った時に僕はもう6割で走ろうと決まった。ああ、前に聞いたことある。はい、うん、はい、はい、でも、うんうん、その6割でも僕にとっては大変な6割なわけですよね、うんうんうん、初めてのシチュエーションだから、うんうん、この話詳しくはスマデラさんで撮ったやつで言ってますからね、うん、パリダカルラリーで自分の力の6割で走るっていう、うん、だからそれがちょっと超えた時にやっぱし事故してリタイアしたもんね。ごめんなさい、もう一歩踏み込ませてください、はい、僕が今の走り方で悪かったのは、うん、ブレーキングの時点でもう、下手打ってもと思うわけですか。一番はね、ブレーキングで一番リズムが崩れるんだと思う、うん、以前僕がレースではものすごくハードブレーキで、うん、ブレーキテクニックは、結構高いと思ってるっていう話したと思うけども、はい、そうじゃない、速いライダーもいるわけね、うん、例えばフレディ・スペンサーなんかは、うん、僕みたいなフルブレーキ使わないんですよ。
ちょっと引きずったあの生ブレーキ使うわけよ。あ、生ブレーキって、うん、95% ぐらいのブレーキでスースースーッと入っていったりするわけ。だからそれが本人の、うん、リズムの取り方だったりするわけね。あ、うん、じゃあ、まあ、リズムは自分なりに作り上げていくものと、うん、そうそう。でまず一番最初にあのきっかけとして考えてみるのはブレーキングから考えてみたらどうってことですね。ブレーキングからね、まずはリズムを、自分が一番リズムを作りやすいのはどういう走り方かっていうのを考える、うん、いつも僕が言ってるのは自分の感性に忠実になりなさいと、うん、ということは忠実になるということは自分の感性が今どう思ってるか、うん、危ないと思っててドキドキしてるっていうのはやめなさいっていうね。だからそれをものすごく大事にするとドキドキしないで心地よくいつも走っている自分ってどのレベルっていうのを探っていく、でそれを徐々に上げていけばいい。先ほどの山ちゃんのブレーキの時行った時にブレーキの時にちょっとドキドキ度が増したり心拍が上がったり下がったりするっていうのがやはり安定していないっていうこと。ああ、もうどこかでもすでにあの無理してるってことですね。そういうこと。無理してるからブレーキングでもドキドキドキってなるわけです、ね、そうそう。あ、でそれって引きずるから、ね、一旦そうやってドキドキすると人間ってあの数秒で消えないよね、うんうんうん、しばらくバクバク残るバクバク残るよね、はいはいはい、でそれで次のコーナー入っていってるわけだから、うんうんうん、だから街の中では絶対にバクバクする走りをしない。勉強になりましたよね。街の中って、ね、山もそうだよ、はい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 、峠道もね、はい、うんうん、まあ、そのサーキットを除く、うん、行動ではそういう走りをしないってことですね、はい、サーキットでも僕らはバクバクしないからね、一切バクバクなんか一切しないよ。へえ、そうですか。はい、息も上がらないし、はい、それはものすごいアマチュアなジュニアの時とかノービスの時には腕が上がったり、もう最後の2ラップ3ラップが疲れてて思い通りにブレーキ握れなかったりしたけども、うん、もうあの3年4年っていうのを本当プロの、トップの領域に入っていったらもう一切恐怖心もないしバクバクもしないし、そのいつもの練習通りに走ればいい。そう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 、レベル上げた時でも失敗しても一切あのそこで自分が乱されることはない、うん、だみんな多分ねスピードを上げて限界で走ってると多分ドキドキバクバクしてるんだろうなって思ってるんだね、うん、思ってます、うん、そうしてないんですよ一切。それはあでももしかして一流アスリートってみんなそうかもな、うん、そうかもしれないですね。でそのテレビの中で見る、例えばオリンピック選手にしろ、うん、プロ野球選手にしろ、うん、そうそうだよ、野球選手でもそうだよ、普段の自分の力を出せばいい、うん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 、でないとトップに行けない。うん、だから僕はあのこの間も言ったようにドキドキバクバクは絶対ダメよというのはそういう意味よ。そこには成長っていうものにがあのひっついてないから。なるほど、うん、それをあの伴いながら成長するっていうのは基本ないと思った方がいい。その手前のところからの積み重ねが成長になる。いかがでしたでしょうか。たまにね、はい、あのベテランライダーの方も、うん、はい、あとはそのバイク乗り始めてくれた方も、はい、いろんな方がこうコメントくださるわけ、はい、で、仮にその初心者向けの話をすれば、はい、ベテランの方はちょっと物足りなかったり、はい、逆にベテランの方向けにしちゃうと、はい、初心者の方はついていけなかったりするので、はい、こうどっちもの話をなんとか聞いてほしいなと思うんで、うんうん、はい、今日はなんか両方、うん、初めてバイク乗った方も、うん、あこれでいいんだって思えたりとか、そうそうそう、あそういうふうに順番にステップアップしていけばいいんだっていうのを感じてもらえたんじゃないかなと、うん、50歳の山ちゃんは思いました。そう、前も言ったけども絶対に自分 の, あのレベルを超える、その時にはバクバクっていう心臓の鼓動が上がる、その時はもう危険信号なんで、うん、あのもうクールダウン、クールダウン、もう絶対、うん、あの目に見えない危機が迫っている時も人間って心臓バクバクするからね。目に見えてる危機かだけじゃなくてどこかから何か危ないことが迫っている、
余地っていうのもあるからね、そういう時もバクバクしてるから、そのちゃんと抑える、それによって回避されることが多い。ぜひ太田君も俺も事故のないバイクライフを3回も入院したっていう、3回もやってるんで、まあ、ここ10年は、ね、もうここ10年はもうないですから、はい、カンボジア、あ、泥沼ラリーね、やりたいね。カブで。カブで。前回見ましたけど、これ何もまだ決まってませんけど。何も決まってない。これから決めるよね。はい、やりたいね言ってたけど、はい、実現できるように。はい、もう一本ぐらい、あの、はい、本日ちょっと引き続き撮影させていただきたいと思います。はい、よろしく。今回も神戸市須磨区にあります海の家カッパ天国、世界一の海の家カッパ天国からお届けさせていただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ次回の会でお楽しみに。バイバーイ。またねー。